クサ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 ヤジチャンネル、ということで今日もクサジチャンネルやっていくぜ。これ前にもやったことあんの、このホース USA 機のことで言うと、ほら物の上に乗っかってもそのものが壊れないのよ。すごくないこれ。これでなんか物の上に乗っかってそのままね、大砲の上とかに乗って旅をしていくっていうコースよ。これ前にも一回やってるから余裕で勝てるわこれはな。よし、このままこれも左タイミング見計らって飛んで左、あー食らっちゃったけど OK、 大丈夫大丈夫。甲羅被ってたからまずセーフセーフセーフ。これで USA キノコが取れちゃうとちょっとまずい感じになっちゃうんだけど OK、 この調子でいくぞ。うん、早いな。うん、大丈夫大丈夫。これも前に経験済みや。これで早いな、もう前に経験してるから。な、ここでゆっくりジャンプ。うますげえ。ちょっと待って待って待って、どこまで落ちる。おい、クラッチャーどうせ、ちょ、マリオ行ってるって。どうしよう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 。これキノコ飛んないといけないな。一回、甲羅は、いや、これいい、甲羅いらんいらんいらん。このまま行くぞ。よし、乗っかってて、まだ大丈夫。これで大、ざけんなよ、隠しゴミクソ野郎。誰だ、こんな場所に隠し用意しやがったやつはよ。で、ここで、ゆっくり行け。まだ、痩せんな、痩せんな、俺。よしよしよし、オッケー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 。急がず、落ち着いていけば絶対勝てる。ここも耐えしない、好きの子。ここの、登り方ってやつ見してやろうや。こうやんだよ、てめえよ。順68ってどういう意味や、68。あいつ絶対勝つ、68絶対勝つわ。よし、オッケー。あ、これは確か乗っていきゃいいんだよな。このまま乗っていって、オッケー。いや、マリオ追いつけっかな。これマリオが途中で滅びない限り無理だぞ。マリオ滅びない限り、これもうマリオに勝てなくねえかな。だって、失敗しねえだろ、ここまで来たら。そんなに難しく、ほら、悠々とあいつ登ってきやがったわ。いやー、いけっか、イエース！な、どこで死んどんだ、おめえはよ。よし、行かせていただきます。こう、実力見せてやるわ。これが、今の、俺の、この前、世界2位に勝った実力よ。あー、やばい。オッケー、落ち着いてけ。乗ると。よいしょ。オッケー。これも乗る。うまい。うますぎ。何事も乗るのがうまいですからね、僕ちんはな。ここも行く。甲羅取っていく。よし。乗って、よし、これも、乗って、あ、やばい、落ち着け、よし、よいしょ、オッケー、よし、オッケー、いいね、ここも乗ると、よし、ゴールかい、そろそろゴールでしょ、これ多分。またこれやんのかい、もうやったわ、さっき。頼む！よし、ゴール！ 1 位いいねー！このまま S プラスまで突っ走るぜー。皆様ごめんなさい。この後ちょっとね、録画のミスによって BGM がうまく入ってなかったんよ。でもね、すっごい面白い試合撮れたから、フリーの BGM 入れたんで、マリオメーカーの音は聞こえないけど、ぜひ見てってね、どうぞ。俺にセット行かせろ。ああ、もうキノピオがなんかちょっと害悪っぽいな、こいつ。なんか、嫌な、うわ、俺のこと持ち上がってんめ、絶対許さねえかな、キノピオ。あいつだけは絶対許さん。ああ、もう行かれたキノピオに。てめえ、わざわざ戻ってきて煽りやがって、このクソ野郎絶対ぶっ殺す。俺がてめえ、絶対ぶっ殺しちゃうから。あいつわざわざ俺のところ来たよ。お辞儀し、煽りやがったの野郎。絶対うるさい。おら、またなんか余計なことしやがっちゃう。なんだ、10連勝する。てめえなんか10連勝渡すわけねえだろ、このコミックス野郎がよ。絶対うるさいからな、おめえ。ルイージおめえ邪魔だ、おめえ。俺とあいつキノピオの勝負なの。お前もういらねえ。ルイージいらねえ。俺とキノコの勝負や。このゴミクソキノコの俺絶対てめえ許さねえからな、おめえ。煽りちを俺は許さねえんだよ。このマリオメーカーの世界俺がね、綺麗にしてあんのよ。てめえみたいなやつを片っ端からぶっ殺して俺が綺麗な世界にしてあんだよ、てめえよ。さっき行きやがって。絶対、まあ、マジで許さねえ、おめえ。おい、ごめん、許さねえって。どっか行ってな！ちくしょ、持たせろ！くっそ！こいつ強え！ああ、もうやられちまった！やべ、あいつ行かれる。やられちまった、もう。ああいうやつがね、この世界だ。おめえま、おめえ、ルイージ、お前と俺は仲間や。あいつだけは、敵はあいつだけ、お前今いらない。お前ね、この世界から消えてって頼む。今お前と勝負する暇、おめえみたいな雑魚と勝負する暇ねえんだよ。俺とルイージの、ゴール待ちしててくれたもしかして。ああくそ、お前見てろ。次やったら絶対許さねえからな、てめえな。はい、やってきましたよ。10連勝するご飯のゴミクソ野郎だ。こいつ赤隊だったんかい、てめえ。つえな。ちょっと勝てる気失ってきたぞ。大丈夫か、俺。
このな、マリメ自衛団団長としてね、このね、マリオメーカー界今ね、最近すっごい荒れてんの。今みたいな、あいつの10連勝するくみたいな外悪ゴミキッズのせいですっごい荒れてるから、俺が、この俺がマリオメーカーの自衛団団長として、この治安を維持して、これの純朴な、純粋な心の持ち主クサヤ人がこのマリオメーカー界綺麗にしてって、ほら、後ろルイージーとあいつだぜ、あいつ。俺とあいつの勝負、10連勝するくんと俺のな、このね、最強の赤隊二人、俺は赤隊じゃねえけど、ある意味赤隊レベルの最強二人の勝負や。絶対勝ってやっからな、てめえによ。絶対お前には負けねえからな。よしよしよし。余裕だわ、あいつ。やっぱり俺が本気出して、あんな赤隊だろとなんだろうと、俺がね、外役ゴミキッズに負けるわけはねえのよ、ほらや。余裕だぜ、てめえみたいな外役プレイするようなゴミキッズはね、余裕なんだ、てめえ。やべ、これまた、これ、やめろじゃあ、ざまねえて、てめえよ。とにゃ、よしよしよし。来たぜ、外役ゴミどもがよ。イエス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 。何が協力しようや、ありがとうよ。イエーイ。やったぜ、ざま。お、またいいんじゃん、10連勝するくん。懲りないな、お前もう、カモがよ。俺にとったてめえはカモなんだ。いつでも帰ってきなさい。いやー、絶対負けたよ、絶対負けた。俺、ルイージな、ルイージ、後ろから行くぜ。絶対後ろから先手取る。おら、いやー、さすが、うめえ。あー、リンクが必要だったんかい。うわー、10連勝するくん、こっち来てくださいけど、もうゴール寸前じゃ、やべやべやべ、あいつ、ゴール待ちとかしてくれんのかな、あいつ。え、ありがとう、まさか。え、あいつ、ゴール待ちしてんの、マジ。10連勝するくんがゴール待ちしとる。いいやつじゃん、お前。いいやつやん。俺が疑って悪かった、お前。いいやつだったわ。すまんかった。やっぱマリオメーカーやるやつに悪いやつはいないや。ごめん、俺の心が汚かった。まあ、やっぱマリオメーカーする人に悪いやつはいないな。キノピオ、そうだよな。お前もそう思うよな。な。な、そうだろ、そうだろ。やっぱいいやつよ。ごめん、10連勝するくんはめちゃくちゃいい子だった。俺の心が汚かった。あいつ、な、お前もそう思うな、キノピオ。キノピオな。俺の心が汚かった。やっぱり、マリオメーカーするやつに悪いやつはいないよ。そう、俺はずっとそう信じてた。やっと俺も自衛団、団長卒業します。この世界には自衛団は必要ない。もう治安はもう、すんごくいい。みんないい子たちしかない。やっぱりね、みんなのそういう気持ちが大事。こう疑う心が、みんな疑心暗鬼になってたよ。みんな、殺されるんじゃ、殺されるんじゃないか、やられるんじゃないか。あの人俺のこと狙ってるんじゃないかとかって、ね、みんな疑心暗鬼になってた。これが悪い原因よ。本当はみんな心が綺麗だったんだな。みんなで仲良くガール。うん。いい終わりだ、終わり方だね。よし、よかったよかった。みんな拍手。Thank you.